建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村麻里です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。ちょっとあの京都は夏日が続いてましてね、はい、30度を超す日が続いてますけどね、ちょっと暑いですよね。ほんまに暑いです ね、もう、はい、もう夏ですよね、はい、今日ちょっと小増しですけどね、ちょっと増しですね、はい。でこ あのラジオの、はい、スタジオに来るちょっと前に、はい、今聖火堂ギャラリーというところでね、あ、はい、あの山中さんところ、そうなんですよ、あのゲストにも出ていただいた山中源兵衛さんの、はい、まあ、ギャラリーなんですけど、聖火堂ギャラリーっていうのが、ね、ありましてね、はい、行ってきました、はい。でチーロさんっていう、はい、イタリア人の方が、展示会をされてましてね、はい、マニーマテリアポエジアっていうらしいですけどね、すごいなイタリア語やし、ちょっと分からへんけど、あ、まあ、あの手マニーっていうのは手とマテリアっていうのは、まあ、マテリアの素材ということと、はい、ポエジアってポエムですよね、歌っていう、まあ、詩っていうのかな、はい、という、まあ、テーマで、はい、展示会されてて、で、はい、何かっていうとね、あの例えばね、農工具ありますでしょ、その、はい、すき釜みたいなね、はいはい、ああいうあのスチールのものを溶接したりして、はいはい、まあ、風景を作ってるとかね、風景を作ってる、風景っていうかな、こういう何ですかね、あの 街に見えるものとかね、はいはいはい、全部そのこれがね、農工具とかそういうあの身近にある民具なんですよ、組み合わせてってことですね、うんうん、民具なんですよ、はい、民具をこう溶接したりいろんなことして、まあ、はい、板も木もありますし流木もあります、そういう素材使ってそういうアートを作られてるんですね。なるほど、すごい、うん、でそれがね、もう本当街に見立ててある感じですね、これはね、これやったらね、うん、これが一番大きい作品でね、はい、これってまあちょっとラジオなんであれなんですけど、はい、まあ、街に見立てたあの作品があるんですけどね、これ一番大きくて、ね、すごい良かったです、はい、うん、で皆さんね、ぜひもし時間あれば見て、はい、来てほしいんですけどね、6月9日の日曜日までやってます、はい、京都の、寺町通りの2条下がる、はい、聖火堂さんの中の奥に聖火堂ギャラリーというのがありますので、はい、チーロ店ぜひ見に行ってください。はい、よろしくお願いします、はい。この番組は伊賀那須田建築、亀岡那須田建設の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、このコーナーは毎週ゲストを招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです、はい、本日のゲストをご紹介いたします、はいはい、亀岡の芦田建設の社長、芦田翔吾さんにお越しいただいております。はい、芦田さん、こんにちは。こんにちは、はい、こんにちは、ありがとうございます。芦田さんはですね、はい、この本番組のですね、はい、スポンサー様でござります。はい、いつもありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。この前はあの建築会2周年パーティーにお越しいただきまして、はい、ご夫妻で来ていただきました、ね、はい、ちょっと大騒ぎしてすいませんでした。とんでもないです。僕かなり酔っ払ってましたね。いやいや、かなり記憶ないみたいなんですけどね、はい、今判明しましたけど、何言うたかちょっと覚えてなくてね、大丈夫ですよ。マリちゃんのお店まで行ったとこは覚えてるんですけど、はい、後でもう一軒行ってんのが忘れててね、はい、後で聞いてちょっと冷や汗をかいておりますけどね、はい、もう結構勢いありましたんで、勢いありましたよね、楽しかったです、ね、楽しかったですわ、はい、40数名ね来ていただきました、はい、いやもうこれも ねやっぱりね、芦田さんのとこにスポンサーしていただいてるおかげでございます。はい、どうもありがとうございます。まあ、俺は今日さっきね言わなあかんなと思ったんですね、はい、ありがとうございます。でまた3周年というか3年目もね、引き続きスポンサーやっていただいててね、ありがとうございます、はい、で今日は芦田さんとこのお仕事の話をしようかなというふうに思ってるんですけど、はいはい、まあ、もちろん建設ですから、はい、工務店さんでございます、はい、ね、で、まあ、きっかけとしたら、まあ、芦田さんとこのギャラリーとオフィスを僕がデザインさせていただいたというのがきっかけで、はい、でそこからまあいろんなお付き合いがあって、はい、いろんなちょっと物件のデザインさせていただいたり、はい、まあちょっと
ご飯食べに行ったりみたいな、そういうのも含めてね、ちょっとお付き合いさせていただいてるという、ゴルフも含めてね、ありの感じですけどね。ギャラリーって日本の100個のうちの1個に選ばれてるとかね、賞いただいたり、そうですよね、ありがとうございます。したんですけどね、ツインタワーも100個のうちに入ってるとか、あのスカイツリーね、スカイツリー、全然ツインタワーで何だっけ、スカイツリーもね、ねえ、すごい、そうですよね、まあ。あの僕も好きな空間なんでね、はい、まあ、たまにはお邪魔するんですけど、はい、最近も ある画家さんが来られまして、ね、はいはい、いいですね、いやー、嬉しいわ、すごいね、私全く作ってないのに嬉しい、なんか来られてると、来られるお客さんが、はい、いつも長居してしまう、あ、ゆっくりね、ゆっくりだ、ほんですごい気持ちを落ち着く場所ですねっておっしゃってくれて、嬉しいですね、だから僕らでもいっぱいお話ができるんで、はい、はい、すごくいい空間になって、まあ、ね、コンセプトがね、はい、優しさに包まれたならという、コンセプトで工務店をされてるんで、はい、で、はい、なんか優しさに包まれるようなイメージで作ろうというのが、まあ、一番最初にあったんで、ね、でちょっとこう和紙でね、はい、和紙と竹でこう包まれるようなイメージで作ったんですけどね、あ、なるほど、ぴったりやったんですね、すごくね、はい、ハマりました。ハマりました。言い方失礼。藤兄に。でも私の友人がね、はい、亀岡に住んでる人がいるんですけど、その人がね、芦田健介さんだけ異彩を放ってるというわけですよ。亀岡に。なんかすごいかっこいいのができて、で何やろうって思ってたんですけど、あ、藤村さんがデザインしちゃったんですかって言われたことあるんです。あ、そう。うん。だからそう言われて嬉しいですよね。僕がねデザインした知ってて見に行くのと、ちょっとこう気になってて、あ、藤村さんがデザインしたって言われるとね、ちょっと嬉しかったです。そうですね、うん、でも中にはね、お客さんの中で、ちょっと敷居が高いでーというね、まあ、ね、若干ちょっとそういうイメージがあるんですけどね、もう前でちょっと笑いながら、おいでやすって言う、何屋さんやろ、何屋さんか分からない、そろそろあれなんですね、2周年になるんですよね、はい、この7月で2周年になるんです、はい、でちょっと今から準備をしてまして、はい、まあ、ここで全部喋るとね、あれなんです、面白くないんで、ちょっと建物のこと、建築のことで、もう限定でちょっと面白いものをしたいなと、で、まあ、亀岡の方とかに、はい、まあ、チラシとかでお知らせをするのに、芦田建設今回2周年記念、限定なんとこんな形で売り出しますみたいなことをね、内緒やけど何かがあるということですよね、何月までにちょっと今回いろいろとインテリアの方で、はいはい、先生ご存知、細井さん、あ、インテリア細井さんね、はいはい、ちょっとご協力も得ながら、ちょっと面白いことをしていきたいな、で彼とかは今もオーダーカーテンとか、あれを車でね、車の中にカーテン積んでっていうようなこともしてるんで、テレビ録やってますよね、はい、うん、そういうのはいろんな協力業者さんとコラボしながら、はい、なるほどなるほど、イベントというような形で、そうですよね、はすごく楽しい、うん、それとかもっともっと今まで少なかったんですけども、うちの中で、イベントギャラリーの中でイベント、あ、はい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 、来ていただいてお話ししていただいて、はいはい、あんまり10名ほどしかちょっと座れないんですけども、はい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 、そこでもうしていきたいな、なるほどね、毎月1回ぐらいできたら、あ、いいですよね、ギャラリートークみたいな形でね、なんかぜひとも、僕ですか、いや、もう僕はもういつでも呼んでいただければ、第1回は、ね、第1回で何喋りますよ喋りますよ僕は、同じスポンサーの、はい、三重県のね、はい、浅田建築さん、はいの方は去年はずっと毎月月1回やってたんですよ、僕、連続で、連続で、はい、全5回に分けて、はい、例えば照明とかね、素材とかね、はい、空間とかいろいろテーマを分けて、1時間喋って、でお茶飲んでケーキ食べて、お客さんとこうコミュニケーションを取るということをやってたんですよ、まあ、僕は遠かったですけどね、三重県までが、ね、ちょっと近いです、ね、近いです、ね、はい、よかったよかった、藤原先生のお話聞いた人結構やっぱりおられるんで、あ、そうですか、一回聞いてみたい、聞いてみたいで、そうやっぱりニーズに応えて、僕も何ぼでも喋りますよ、何ぼでも喋りますよ、もうラジオで慣れました、そうそう、ね、ほんまにね、ラジオってあれですけど、割とね
講演とか講義になると、はい、結構真面目に建築のことも話しますので、はいはい、そうですね、講演会元からいっぱい出てはりますね、うん、ただまああんまり堅苦しい話しないようにしてるんで、まあ、楽しく、ね、来てくれた人が建築好きになってくれはったらええなみたいな話ですけどね、楽しいイベントが出来上がりそうですね、難しい言葉じゃなくて、ね、もう平たい言葉 で、はい、そうですね、話そうが結構、みんな伝わりやすいんでね、聞いてる人はね、聞いてる人は、はい、うん、やっぱりそれでないとやっぱり話で伝わっていかないですよね。そうなんですよ、うん、なんか賢そうに話すと全然伝わらない、伝わらないね、全然心に響いてきて、確かに確かに、でもそれもいい発展的な話ですね。そうなんです、うんうん、だからちょっといい、ね、もう少しこの行動的というか、はい、ちょっと動きを出していきたいな。なるほどね、なんか存在はね結構ご存知みたいですよ、うん、芦田さんとこのギャラリーがあるっていうのはね、はい、ただまあその浮いてはる行動的なっていう部分はこれから作っていかなあかんのかもわからないですね。でこの前、2ヶ月ほど前ですかね、はい、ある子供勉強を教えない塾とかいう、はいはい、おお、あった、ありました、はい、なんか海行った山行ったするとこでしょ、なんか、うん、いや亀岡さんの方で、あ、彼ね、うん、はい、うん、福田君で、うんうん、彼のとこが会社訪問したいってうちの会社に来ていただいて、小学校4年生から大学生まで10人ぐらい集めて、うんうん、僕が2時間ほどお話をするという機会があって、はいはい、かなりね僕自身も勉強になって、それもうちの会社の話とか、はい、僕のこれまでの話とかをすることなんですよ、はい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 、でも子供たちにその話をするんやけども、うんうんうん、やっぱりそれなりにね伝わったような、なるほどね、お子さんの年齢もバラバラし、すごいですね。そうですよ、うん、でも大人の前で喋ってるのと同じような内容やったけども、でもそれではそれなりに彼たちに思うところがあったみたいで、いやもう経験させてもらったら、そうですね、はい、いや本当ね、子供ってやっぱり日本の宝ですからね。そうです、これから僕らが育てていかなければいけないというか、まあ、もちろん勝手に成長していくんですけども、僕らがそのなんていうか、もっと夢をね、はい、本当与えれるようになっていかないといけないしね。そうです、いいことですよそれもね、はい、お子さんが出入りするっていいですね、なんかね、本当に、うん、本当によかった、みんな最後笑顔で写真ピースいただいて、うん、宝物になりました、はい、あーすごーい、まあ、ちょっとそのイベントね、内容決まりましたら、はい、ぜひまた、ぜひぜひ、また、この番組の紹介をしたいと思いますのでね、はい、ぜひご案内いただけますように、はい、お知らせしますので、はい、よろしくお願いします。ちょっとこの辺で一回休憩ということで、次のコーナーでですね、はいはい、実はね、芦田さんに質問来てますので、はいはいはい、そのまま残っていただいてね、残っていただくということで、はい、一、ね、はいはい、回休憩に参りたいと思います、はい、芦田さんのリクエスト曲に参ります、はい、ローリングストーンズのスイートバージニアです。
明日建設は人々の成長と幸せの創造におき、確かな品質で応える優しさに包まれる住まいを日々探求してまいりました。建築って一度建てると50年ぐらい経ってるから長いお付き合いになるんですよね。だからホームテ選びは人柄で選ぶ時代、明日建設、富士にもおすすめですよ。私たちの思いで素晴らしい地域を想像してまいりましょう。想像してみてください。優しさに包まれたなら、明日建設。匠のなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。また恋愛問題や人生相談にも答えしちゃうかも。はい、今日は芦田さんの人生相談ですね。そうですね。あ、お便りね、お便り歌ってますからね。ちょっと読んでいきますね。はい、たっくんさんです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、毎週聞いています。あ、嬉しいです。ありがとうございます。ね、ラジオの交流会楽しそうですね。楽しかったんです。すいません、酔っ払いました。どんな話が飛び出すのでしょうか。はい、放送では言えないような笑い。絶対言えません。もう絶対言えません。先週のログハウスのお話も興味深かったです。そうですね、ログハウスはほんま僕経験ないんでごめんなさいなんですけど、はい、興味あるんですよ。ただ、はい、建てた設計した経験がないで、あんまり答えにくかったなって思うんです。はい、まあ一回設計してみたいですけどね、ログハウスもね。施工はしましたけどね。あ、そうですか。はい、まあ特殊ですもんね、ログハウスからね。またね、違いますから。僕らとちょっと違いますもんね。まあプロが話すとこういう会話になっちゃいます。はい、じゃあ次のお便り行ってみます。ラジオネーム三条小僧さんです。いつもありがとうございます。藤兄まりちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。天気予報では今週くらいから、はい、梅雨っぽくなるようなことを言っていたのでと思うのですが、そう、ね、明日ぐらいからかな。今日は降ってないですもんね。なければ困る梅雨ですが、そうですね、やっぱり雨の日は憂鬱です。そうですよね。はい、富士兄のフェイスブックに、はいはい、本日のゲストは、はい、亀岡芦田建設社長芦田翔吾さん、はい、そうです、とありましたが、来ていただいております。はい、芦田さんといえば、はい、優しさに包まれたなら、そうですよ、ですよね。そうです、そうです、はい、ちょっとこっぱずかしいようなこのフレーズですが、はい、実際に芦田さんにお会いすると、はい、結構納得されるかもしれませんね。そうですね、はい、わかります。ちょっと思いますよ。はい、そんな芦田社長にお聞きしたいのですが、はい、来ました。ズバリズバリ亀岡の良さって何ですか。はい、何でしょうね。亀岡の良さですね、はい、全部読んでいきますね、はい、とりあえず、これから亀岡で家を持つならどの辺がおすすめでしょうか。はい、どうすればあのような可愛い奥様をもらえるのですか。よろしくお願いします。ということです。3つですね。亀岡の良さからいきましょう。良さからいきましょうか。はい、まずですね、空気がやっぱり美味しいというのは、はい、水が美味しいという、空気と水が綺麗ですし、はい、やっぱり京都から一つ山を越えて、はい、亀岡盆地になりますので、はい、そうですね、やはり、まあ、霧はちょっと濃い冬場あるんですけれども、はい、それがやっぱりほんまに澄んだ緑であり、はい、自然がやっぱり豊かであるという、そうですよね、自然が豊かな割には京都市内でも結構アクセス良かったりするんで、電車乗ったらすぐですもんね。私の事務所から京都駅まで、快速でした。20分ぐらいでもう着いてる。そうですよね。近い。近いんですよ。違うんですよ。近いんです。うん、で市役所前までも本当に20分ぐらいですぐ行ってしまうんで、そうなんですね。非常に皆さんが思われるよりも結構近いです。良くなってるってことですね。思ってたよりだいぶ近かったです。近いですね。で他何ですか。はい、これから亀岡で家を持つならどの辺がおすすめでしょうかということですね。まあ私の好きな場所で亀岡で一応お城があって、はい、城下町になってまして、はいはい、まあ旧城下町というのがあるんですけども、はい、そこが昔ながらの町並みがまだ残ってたりするんで、はいはいはい、そういうところが結構面白いかな。それで、ね、秋にはその祇園祭りと同じの鉾を出しまして、はい、鉾のお祭りが、はい、なんとかな、結構な数で、それで鉾巡行いうのもありますし、はい、コンコンチキチンじゃないんですけども、そういうようなこともやりますんで、はいはい、結構風情があっていいところですかね、あの辺り。なんていうんですかね、その辺土地の名前とかあるんですか。ね、亀岡市地元では旧町内、旧町内、旧町内、亀岡町の、うんうん、昔の亀岡町という旧町内という言い方をよくするんですけど、まあ、その辺がおすすめかなと、はい、なるほどね。
さあ、さて、これはもう全く分かりません。どうすればあのような可愛い奥様をもらえるのですかということです。あの多分ね、これ聞いて今うちのコツ喜んでると思うんですけど。でも可愛らしいですもん。可愛らしいです。用意してありますやん。用意してます。ますだから書いてどのようにしたらって書いてある。もう当たってたね。くどいたか、くどいからかってじゃないですか。もしかしたらあの向こうから僕を口説かれたかもわかりません、ね、おーおーいやーその辺また嘘をついておりました。今怒ってありますか。大丈夫です。はい、やっぱりちょっとアピールを手を変え品を変え、はい、あーそうですか、うんまあはい、この子かなというのがやっぱりピピンときたんで。どこで知り合ったんですか。昔ちょっとショットバーを僕、はい、友達としてた時があって、はい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 、まあ昼間建築をやってまして、はい、夜はそういうはい、してます。ええー、まあそこでちょっと知り合ったというか、そこで初めて見たときに、あ、この子やっという。可愛いお客さんを。違う、いや、ちょっと違います。違いますか。違います。あれ。なんかこんなの詳しく聞きたい気もしますけども。はい、恋愛相談入ったんちゃいます。恋愛相談入ったんちゃいます。これ。いや、ただまああんまりラジオで放送できるかどうかというところになるかもですね。この先行けばね。そうか。でもそういう風にして、まあ、恋愛相談もあるということで、あるんですよ。はい、まあめったにないけどね。はい、ねまあせやけどほんまに可愛らしい奥様で、はい、僕すごいいいご夫婦やと思ってね。はい、私も思います。うん、最初からね、はい、うち のオフィスに来ていただいて、はい、まあ設計依頼いただいた時もねご夫婦で来てくれはったんですよ。はい、でいろいろ話してて、ね、すごい仲いいんだよね。はい、そうですよね。すごい仲良くて、はい、ね、もうなんとかしようと思いましたね。はい、僕やっぱりこのご夫婦がやろうってしたはんやから、うん、なんとかしようかなと思って、はい、でまあお仕事をお受けいたしてね、はい、でやってるとやっぱりいいですよね。今でも行ったらいつもいてくれはって二人で、うん、ね、なんか僕行くとケーキとか、なんかなんか甘いもん食べてお茶飲んでずっと話してる、はい、結構長いこといますけどね。ね、まあ、いいご夫婦で本当に、はい、うん、まあ、そう なりたいなというかね、なってほしいなと思いますけどね。はい、ということで、このコーナーでは、建築の相談を受け付けしております。はい、ファックス番号が075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp info@radiocafe.co.jp です。またお便りもお待ちしておりますので、はい、どしどしお送りください。そうですね、今日みたいなゲストさんへのご質問もお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではもう今日はお別れの時間が参りました。それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井兄こと藤村正嗣とアシスタント竹村まりでお送りいたしました。はい、今日はゲストのね、ね、足田さんも最後まで残っていただきました。はい、ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。この番組は伊賀なさだ建築、亀岡の足田建設の協力でお送りいたしました。